目指せ、全国制覇。日本全国、鉄道路線環状の旅。まずは、ルールを説明しよう。大学4年間で、JR 線はもちろん、私鉄、第三セクター、地下鉄を含む鉄道路線、すべてを乗破すること。うぷ主が乗破している鉄道路線は以下の通り。正直言って厳しいし、早い話、無理に近いんだぜ。すごいな。なんだい？非常にどうでもいいな。あ、USB。で、その紙は？1時間で仕上げた。すごいだろ。ああ、こっちにもある。喜怒哀楽。なんで、なんか変。どっかからダウンロードしてきたとかないよね。まさか。ちゃんとペイントでやってよ。あ、マジか。うん。お前にそんな能力あるか。人よりもイノシシが多い地域に行くので。いや、あとはヒグマも多いよ。函館。モデル機は？うん。モデル機は島民から。ワンマンカーのご案内をいたします。無人駅での乗り降りは車両の後ろ側から乗っていただき、前側から降りていただきます。降りの際は前乗りのドアボタンを押してください。乗車券または運賃と乗車駅証明書は降りの際に次点のタイプを直接運賃箱に置いてください。せめて2両は欲しかったな。これぐらいがいい。せめて 1両はちょっと少ないよ。まあ、とりあえず横手まで行って、はい、横手から秋田、秋田から戻る、うん、で、まあいいや、とりあえず秋田、あ、はい、からちょっといろいろ考えよう。とりあえず秋田行くんだ。とりあえず秋田行く。じゃあ秋田の路線は何だって。横手から秋田までは大宇線。ああ大丈夫か、頭。はあ、大宇線乗るの。大宇線、でもこれね、残念ながら環状できてないね。え、これ環状できないね、これね、まだ。え、なんで。あのね、大宇線ってどっからどこまでか分かる。え、福島から青森までだよ。だからそれ乗らなきゃ。え、それ、豪雨線とかじゃないの。それ、大宇線なんだよ。まあ、秋田から乗れる路線っつったら3つしかない。とりあえずもう1つは大宇線でしょ。はい。あとは五能線でしょ、はい、あとは五河線。ただ五河線はできないでしょ。だってそしたら青森に着く時間が遅くなる。じゃあ五能線に乗るってこと。五能線だな。そうしかなくない。だって大宇線はどっちしろ環状できないよ。だったら五能線乗るしかないでしょ。ほう、はい、ほう。ニエニエニエしながらビル開いてた。いや、多分校舎だと思う。最初の方は。なんか北海道に似てるな、風景が。すごいじゃない。待って。待たない。あ、待ってくれ。待てない。無理。おお、綺麗、すごい。これ何川？川？川だと、え？川？え？あ、これさ、カーブしてってさ、ここあれだよね。多分堆積したんだよね。ああ。ああ。え、なんかすごい湿原みたい。これ倫理的にさ、多分無理だと思うんだよね。うん、多分無理だよ。見えちゃダメだと思う。ダメだろう、うん。ただお湯は見えると思うよ。そこら辺で湧き上がってると思うから。温泉からは電車見れると思う。うん。あ、じゃあどういうこと。今誰だろう。なんで手振ってくれたんだろう今。どこにあるの温泉。実はこの駅舎の中にもう温泉入ってんだよ。そう、横手行きのワンマンカーです。すごいだろう。どうにかで、4つからやっと解放されたのか。
乗車券をお持ちにならないで乗り換えをするお客様、乗り換えをしたり手乗せない、または目線で停車してください。お乗り換えの列車についてはて初めて来たね。特徴をご覧になるか、ね、ぜひ係員にお尋ねください。電池ってさ、はい、電池を自然に集めても利用するにさ、電子の冷蔵庫にあったりするよね、うん、でも電子の冷蔵庫だからさ、体のどこに置くとこがさ、要はさ、初めて来るな、横手は。あ、横手は初めて来る。あ、ごめん、秋田のつもりだった。うん、あ、そう、ビードウィール、ここでびっくりした。待って待って待って、北上線これね、これズームする、ズーム機能使うわ。行くよ。待って待って、どこ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 、ここね、北上がどこ、はい、行くよ。北上ここね、ちょっと待って、行くよ。ちょっと待って、見えない、あったら、あったらテレビ見えない。はい、濡れました。あの、秋田まで行って、秋田から何の路線乗るかっていうのを決めたいんだけど、あー、でも十中八九考えてこの線でしょ。だってこの五能線ですか。だって大賀線行ったらまた戻らないといけないし、大賀線、これが大賀線ね。大賀線はね、前乗ったことあるんだよ。あー、だからまあとりあえず秋田まで行こう。秋田まで行って、でちょっと時刻表見て、はいはい、判断しよう。はい、わかりました。じゃあとりあえず行きましょう。はい、しばない。あ、そう、充電してない。ホテル帰ったら充電できんじゃん。ちなみにホテルには、ホテルにもっていうか、このこれには充電器持ってきてるし、加速の仕方がディーゼルなんだけど、おーおーおーおお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 なんで？モーターだから。さっきまではディーゼルエンジンだったでしょ。うん、なんかうどん屋もあったし、あのね、ついこの前本当に行った、西武だって、なんかね、なんかあったよ。あ、そう、大きいお店ならいい。仕事だね。手順とか距離かけるエサしか出てこないんだけど、あれです。ただいま席確認中。あ、はい、行きましょう。よいしょ。はい。ここでーす。え、どっちも。ああ、まあね。俺が撮ったのは僕でしょ。
変なこと言うな。変な顔じゃん。確かに変な顔だが。なんかいるよね。ズームするか。あっちから撮ってる風にできるんだよ。いいなこの演技。できる。そう考えればいいとか。大丈夫？後ろ向いてるから。全然。だって横向いてるもん。車内放送があるからちょっと静かにしていただきたい。ここはできる限り停車するよ。ちょうど2時、もうちょっとで2時半ぐらいなんですけど、2時23分って書いてある。2時23分、まあ2時17分に今、出て、ここに着くのは、青森に着くのは15時14分と。なんか言って。あのね、もう一回よ。青森に着くのは19時14分。19時、7時です。あと5時間です。どうだい？さあ、入っていきましょう。バディ君、ちょっとうざいですね。ちょっと。やっぱりうざい。なんだろうな。見ててイラつく。ちょっと LINE で後でちょっと忠告しておきますね。ですね、ここで一つおさらいをしておきましょう。皆さんには感情の旅をご覧になっているわけですが、感情の旅、今現在、何路線ぐらいだろうね。十何路線ぐらいか、まあ感情しているかと思いますけれども、一つ、ちょっと私からお詫びがございます。かなり前に、お送りいたしました。感情の旅、夏休みだから、あれは2014年夏の、新潟編でお送りしましたのに、ちょっと一つ訂正がございます。環状した路線にちょっと誤りがございました。一つは常磐線です。常磐線は残念ながら環状しておりません。僕は相馬まで、仙台から相馬まで乗ったことはあるんですけど、相馬からいわきまでは乗ったことはございません。すいません、ちょっと間違っておりました。ですので常磐線は環状してないと、最初の方のオープニングの方で常磐線入ってないなと思ってる方はですね、疑問に思わないでください。まあほとんど見てないと思いますけどね。2つ目です。育三くんと一緒に行った新潟東京編、あれもちょっと一つ訂正がございます。南部線です。南部線はまだ環状しておりませんでした。あの時は本当に南部線乗ったから、その全部環状したかなとちょっと勘違いしました。すいません。それではですね、まあ環状の旅今やってるわけなんですけどもね、まあ進みませんね。本当にびっくりするほど進みません。なんだろうな、大学4年間の中で本当に全部環状できるのかな。日本は広いですね。なんつうんだろうね、たまにね、日本はちっちゃいちっちゃいなんて言ってる人結構いますけれども、行ってみなさいって。北海道、九州、四国、隅から隅まで行ってみると、本当に世界にはない何かがございます。なあ、どうなんでしょうね、今この世の中に日本全国の鉄道路線を環状したっていう方はいるんでしょうか。まあいるでしょうけれどもね。いやー、ぜひやってみたいっていうか早くやりたい。今でも忙しいのでね、いろいろ本当大学では本当レポート書いたりとか課題も多いし、勉強難しいし、
飯も作らないといけないいろいろ大変です。ですが大学4年間のうちに必ず鉄道路線すべて乗りたいと思います。応援よろしく。それではですね、皆さんおやすみなさい。では次回の土曜日楽しみにしてください。次は、その2ですか。その2楽しみにしていてください。